ここは京都と大阪の境目のすぐ近く、京都府乙国郡大山崎町。阪急京都線、大山崎駅です。天下分け目の天王山がある地域。サントリーのウイスキー、山崎蒸留所には歩いて10分ほど。今回の謎は、とある一軒の民家のためだけにある古戦橋。舞橋ならぬ舞橋、プライベートブリッジ。ただそれは鉄道会社やその民家のものではなく、町の管理物。一軒のために町が、と思われるかもしれません。そのあたりは現地についてから掘り下げようと思います。こういった一軒のためだけにある設備で有名なものは近隣だと。滋賀県大津市にある京阪京神線の上栄町4号踏切ですが、今日行くのは踏切ではなく、阪急電車の上を渡る橋。ここを左。茶色い建物が目印。侵入をためらうかもしれませんが、どうやらこの道は町道のようなので気兼ねなく。ただし周辺住民の方への気遣いは忘れずに。公的資料によると、町道大山崎線第65号らしいです。裏路地ですが路面は悪くなく、ゴミもなく綺麗に保たれています。ちょっとストップ。この柵は昔の枕木ですかね。風情があります。到着しました。この橋の名称は阪急陸橋。資料によると国土交通省は阪急陸橋、大山崎町は阪急陸橋と呼んでいるようです。左奥が民家の玄関。これは2019年1月の空中写真。橋は中央のここ。線路と会社の建物に囲まれた閉ざされた土地であることがわかります。この橋が作られたのは昭和29年。では過去へ飛びましょう。現在の橋が作られる前の昭和21年、かなり拡大したのですが、画質的にこれがギリギリ見づらくてすみません。今の橋の前にも橋が存在していたことがわかります。そして注目なのは JR を横断する道であろう白い線が橋から伸びています。これは横断道路ではないでしょうか。そして2年後の昭和23年の航空写真だと、この白い線は消えていました。さらに過去へ。左が昭和7年、右が現在。橋はここ。昔は橋から破線、道が伸びています。以上が地図から分かった情報です。では専門家でもない、ど素人の私が出した結論を言います。昔、この橋は一軒のためだけではなく、道の一部だった。その後、利用者数が少なかったのか JR 横断路は消えた。そして狭間の一軒だけ取り残されてしまった。住民がいる限り、町は道も橋も廃止にできない。で、今に至る、といったところでしょうか。なぜ JR 側を消して阪急側を残したのかは謎のままですが、結論は以上です。ではエンディングの前に感謝を。すべて説明欄にリンクを置いてあります。今回はある程度謎が解明できて楽しかったです。他にもこの大山崎には謎がいくつかあるので、折を見て動画にできたらなと思っています。謎以外にも自転車だと大変楽しい地域で、
車では通れない今からくぐる小さな歩道橋や小さなトンネル、踏切などが点在。迷路というには大げさですが、大山崎インターチェンジ下の複雑な道も面白いです。歴史的なものも数多くある大山崎、皆さんも機会があればぜひ。ではでは、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と評価していただけると嬉しく励みになりますので、どうかポチッとお願いします。